はい、平成26年の6月25日公布のですね、労働安全衛生法の改正でですね、いろいろないくつかの改正がありましたけれども、その中でもストレスチェックおよび面接指導の実施というのがですね、平成27年12月1日、実施となるものです。で、常時使用する労働者に対して、医師、保健師等による心理的な負担の、程度を把握するための検査、いわゆるストレスチェックですね、の実施を事業者に義務付けるということですね。で、検査の結果、一定の要件に該当する労働者から申し出があった場合、医師による面接指導を実施することを、事業者の義務とすると。簡単に言えばね、そのような内容ですけれども、一応労働者50人以上のですね、事業者さんで、義務化されるものなので、労働者50人未満の事業所においてはですね、当分の間は努力義務という形になっています。で、50人未満、従業員数50人未満の事業所の、事業主の方に対して方でですね、医師、保健師などによるストレスチェックを実施して、医師によるストレスチェック後の面接指導などを実施した場合、助成金制度がね、設けられているようですね。